ベネトクラクスは、慢性リンパ性白血病、小リンパ急性リンパ種、及び急性骨髄性白血病に対する治療薬である。商品名はベネクレクスタ。ベネトクラクスは、BCL2 タンパク質に結合する BH3 に類似した構造であり、BCL2 に直接かつ選択的に結合する。これによりアポトーシス促進タンパク質である、バックス。 バックやビムなどが PCL により回離し機能することによって主要細胞のアポトーシスを誘導し高腫瘍効果を示す。ベネトクラクスは肝臓のサイプ 3A で代謝される。このため強いサイプ 3A 阻害作用を要する薬剤は容量前臓器には併用禁忌、維持投与器には併用注意の注意喚起がなされている。またピートタンパク質も阻害するため、 併用注意には、サイプ酸 a 阻害が中程度の薬剤や、P 糖タンパク質阻害作用のある薬剤も含まれる。維持投与期には併用注意であるのに、容量前臓期には併用近畿になっているのは、ベネトクラクスの急速な血中濃度増加が、使用法解消抗群を引き起こす、可能性が危惧されたためである。いずれの場合も有害事象が発生した場合には、減量、休止もしくは中止する。 小児を対象とした臨床試験は行われていないため、小児における使用は確立していない。血液の関門透過性、血液耐板関門透過性、母乳移行性、髄液移行性、透析除去率はいずれも該当資料はない。成人には初回に 20mg を投与し、1週間ごとに 50mg、100mg、200mg、400mg と全増し、 以後4 0 0ラム内服を継続する。投与は1日1回食後に内服する。アザシチジンと併用の場合、アザシチジンと併用する場合には、成人には初回に2 0ラムを投与し、1週間ごとに1 0 0ラム2 0 0ラム4 0 0ラムと全増し、以後4 0 0ラム内服を継続する。投与は1日1回食後に内服する。 少量したラビンと併用の場合少量したラビンと併用する場合成人には初回に2 0ラムを投与し、1週間ごとに2 0 0ラム、2 0 0ラム、4 0 0ラム、6 0 0ラムと全増し、以後4 0 0ラム内服を継続する。投与は、1日1回、食後に内服する。ベネトクラクスの一般的な副作用は、高中級減少、大き、下痢。 上気道感染、倦怠感、結晶板減少である。腫瘍量が多い場合は、腫瘍崩壊症候群が問題となる。動物実験では、清掃の制限細胞への毒性が確認されている。ありがとうございます。